はい、あやめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は NHK 杯戦の棋譜解説をさせていただきます。先手が西尾七段、後手が佐藤康光九段で、角交換から4二銀と上がりまして、4八銀、3三銀と、一手ゾーン角換わり模様に進行しまして、6八玉に2二飛車と康光九段、ダイレクト向かい飛車に振っていきました。西尾七段は4六歩と突きまして、6二玉、4七銀と上がります。そして7二玉、7七銀、5四歩と進行しました。2五歩までついていると5三角で角の両成りがありますが、2六歩型なので5四歩が成立するということですね。そして7九玉に4四銀と上がりまして、7八金、2四歩と進行します。西尾七段は6六歩と何気なくつきましたが、これが大きな狙いを秘めた一手でした。康光九段、3三桂と跳ねますが、3六歩とつきまして8二玉に6七角、これが西尾七段の狙い筋でした。次3四角が非常に厳しく残っています。6七角に2三角や1二角と打って受けるんではちょっと弱きすぎるというところで、実戦は7二銀と上がりました。そして3四角、5二金左、8八玉と進行していきます。やはりこう一歩持って、そして3五歩から角を引いて3四歩とシンプルに桂頭を攻める手が非常に厳しく、若干西尾七段がさせそうな形勢になりました。康光九段は5五銀と暴れていきます。でこれ5六歩なら4四銀と戻していこうということですね。これでちょっと角の逃げ道がなくなると、そういう状況になります。ということで5八金と西尾七段、銀を追わずに上がりました。康光九段は7四歩と突いていきます。次7三から角を打とうという強烈な狙いです。西尾七段は構わず3五歩と突きまして7三角と進行しました。で西尾七段は4八飛車と4六銀を受けます。西尾七段としてはとにかく角を引いて3四歩がつければ優勢になれそうと、そういう状況になりました。康光九段は2五歩と戦いを起こしていきます。同歩も有力でしたが、西尾七段は6七角と引いて3四歩を急ぎました。そして2六歩に対してここでも2三歩と飛車先を止める手は有力でしたが、西尾七段一直線に3四歩とついていきます。形勢は若干先手有利で進行していきます。康光九段は2七歩成となりました。で西尾七段3三歩成と桂得を果たします。以下2六飛車と康光九段もさばきまして、次3六歩から3七歩成などを狙っていきます。ここで西尾七段、平凡に3四角と出る手や8六桂から7四桂を狙う手も有力でしたが、じっと4九飛車とプロらしい辛抱をしました。康光九段は3六歩と垂らしまして3七歩成を狙います。西尾七段はこのタイミングで8六桂と攻めていきました。ここで3七歩成となる手も有力ですが、康光九段は7四桂が厳しいと見て8四歩と突きました。そして7四桂、8三玉と進行します。西尾七段は桂取りを受けず3四角と強く出ました。これが攻守で若干先手がさせそうな形勢に再びなっていきます。康光九段は7四玉と顔面受けで対抗しますが、4三と6二金に5六銀が非常に厳しい手となりました。同銀は同角と取って王手が厳しいので8三玉と逃げていきます。で8三玉に対して西尾七段は7五歩と突いていきました。7五歩では1回銀を取ってから7五歩も非常に有力でしたが、単に7五歩と突いていきます。で康光九段ここで2四飛車と角に当てる手も非常に有力でしたが、3八とと攻め合いに行きました。以下5五銀と西尾七段取りまして、次の7四銀の王手角取りを狙います。康光九段は同角と取ってそれを避けました。そして西尾七段ここで5六歩と1回ギリギリの利かしを入れていきます。6四と2二いずれも有力でしたが、康光九段は2二角と引いていきました。以下7九飛車に2八飛車成と進行します。ここで西尾七段は3三歩と2二の角道を止めて、場合によっては3二とで角を取りに行きました。以下2九とと康光九段は桂馬を取って5八の金に当てます。
ここで6八金寄るか6七金か難しいところですが、実戦は6七金右と上がりました。仮に6八金右の場合は6四桂と打って7六桂が厳しかったという状況でした。なので6七金がギリギリの静着で、ここで安光九段も3一角と3二とから角を逃がしていきます。ここで西尾七段7四銀と一発王手を決めました。8二か9二か非常に難しいところですが、安光九段は9二玉と引きます。そして西尾七段は5五歩とついていきました。次5四歩から5三歩成という狙いがあります。ここで安光九段8二桂と打っていきました。8二桂では8三桂から7五桂を狙う手も有力でしたが、まずは自陣の危険になる7四の銀を除去しに行くという発想になりました。ただここで5四歩と取り込む手が厳しく、局面再び先手ペースに変化していきます。5四歩に対して安光九段7五角と出ていきました。そして5三歩成に7四桂と7四の銀を除去しますが、6二とが厳しい着となります。以下同金に6五金と角と桂の両取りをかけて、西尾七段が有利な進行となります。単に角逃げるんでは5二とや7四金が厳しすぎるということで、安光九段一発7六歩を利かしました。これも鋭い手ですね。で同金と取らせて6四角と巧妙に引いていきます。次は4六角と出る手があるので、ちょっと7四金が指しづらい状況になりました。安光九段さすがの勝負手です。西尾七段は6四同金と取りまして、同歩に5二とと攻めていきます。7三金なら6二とや7五歩が厳しくなるということで、安光九段6三金とギリギリのかわし方をしていきました。西尾七段は3五角と攻防に打って攻めていきます。次の6二とが厳しくなりました。3五角では7一角と敵陣深くから打ち込む手もありましたが、ちょっと危なそうということで、3五角と打っていきます。以下7五歩同金と安光九段が利かして8二金と頑張っていきました。7五歩は先手から逆に7五歩と打たれて桂馬を取る手を防いだ手ということになります。8二金が執念の受けで、以下6二と同金同角成と要の金を剥がしてはっきり先手優勢ですが、7三銀打ちと決め手を与えない頑張りをしていきました。西尾七段は7一馬と潜っていきます。場合によっては次9五歩からの端攻めが非常に厳しいので、安光九段6二銀打ちと必死の防戦で馬を取ることに成功しました。ただ同馬同銀の時に7四の桂が浮いてしまうので7四金と取りまして、かなり苦しい状況ですが、安光九段は4七角と攻防に打ってきました。7四の金取りかつ金が入れば6九金という手を狙っています。西尾七段は7五金打ちと手厚く受けていきました。これに対して安光九段7三銀左と上がって金を取って6九金を狙っていきます。かなり苦しそうですが、さすがの勝負術でした。そして西尾七段は8六桂と打っていきます。以下8五桂と安光九段が反撃に転じていきます。8五桂に対して西尾七段は7一銀と打つような手もかなり有力でしたが、7三金同銀に7四歩とシンプルに決めに行きました。6二銀と引いてくれるような手だったら、9四桂と跳ねて、6一角成の筋と連動して勝とうということですね。ただ7四歩に対して安光九段の7七桂成、この7七同桂に対して安光九段の6八銀が強烈な勝負手でした。正確に指せば先手が勝ちだったようですが、30秒将棋でとてもちょっと簡単に逃げ切れるようなそういう状況ではなくなりました。この6八銀本当にきつい手ですね。で実戦は6八銀に4九飛車と逃げてしまったので、7七銀ならず同玉8五桂でほとんど差がなくなりました。厳密にはわずかに先手がいいかもしれないと、その程度の差しかなくなっております。8五桂に対して実戦は同金と取りまして7六歩と進行します。で7六歩に対して8八玉が先手にとって最後のチャンスだったようですが、実戦は同玉と取ったため
6号金打ちで、6号金でとうとう逆転となりました。これすごい手ですね。同歩は同角成から7七玉、8五歩と取って馬が手厚く、これが7六金からの詰めろで、後手が勝つという仕組みになっています。なので、6五金に実戦は7七玉としますが、6六金と金の押し売りが入ります。で、8八玉は7七歩が厳しそうということで、西尾七段同玉と取ってしまいますが、6五角成、7七玉、8五歩と先ほどの変化が実現して、完全に逆転となりました。以下、7三歩成と形を作っていきますが、7六金で詰み筋に入っています。で、8八玉に8七金から7九玉、7八金同角、6八金、8八玉、7八金、9七玉、8八角となれば詰みで勝ちでしたが、安光九段、なんとここから8七金ではなく7三金とと金を外していきました。やはり30秒将棋なんでちょっと難しい詰みだったでしょうか。7三金に対して西尾七段6八桂と粘っていきます。そして以下安光九段8七金同金6八竜と迫っていきました。ここで西尾七段7八銀と打っていきます。これが結構油断ならない手で、金を温存して後手玉に場合によっては8二金同玉7四桂打ちのようなトンチ筋を狙っています。でここから安光九段は8七馬とバッサリ切り落としました。同玉に7五桂と打てば先手玉が詰み筋に入っていました。またちょっと難しい詰みだったんで30秒将棋では実現せず8六歩と普通に桂馬を取っていきます。以下7六玉と西尾七段が際どく逃げていきます。ここでも7七金という詰め将棋みたいな詰みはあったようですが、実戦は8四桂と手堅く追っていきます。8六玉に7六金9七玉と追い詰めて8五桂とさらに王手をかけていきます。8八玉は7七金で詰み筋ということで9八玉と耐えて、安光九段ここで9六桂と手堅く詰めろをかけていきました。8四の桂が結構邪魔駒になって最悪後手玉が頓死するという筋がありましたが、9六桂でバッチリそれを8四からの逃走ルートを作ってそれをバッチリ防いでいく形になりました。例えば9八玉には1九ととしても詰めろになるんですが、これは結構後手玉も危ない形で、例えば8二金同玉7四桂の筋はちょっと怖い状況となってました。うっかり同金と取ってしまうと8三歩同玉7二銀同玉6一角打というすごい手順があって大頓死となってしまいます。こういう頓死を残すための先ほどの7八銀打ちだったということですね。結果的に7四桂に8三玉とかわせばギリギリ詰みませんが、3四の角が5六までよく効いているので、結構王手が続きそうな形とはなってました。そういったところをもろもろ込みで、1九とではなく9六桂としてこの9三玉から8四玉の逃走ルートを作る非常に手堅い決め手でした。放っておくと7八竜同角9七銀という詰みがあるので、西尾七段は9三歩を一発利かせて同玉に4七飛車とギリギリの受けを披露します。これが7八竜同角9七銀に同飛車を用意した受けのテクニックでした。で西尾し、ここで安光九段は5七歩と手堅く飛車の道を止めていきました。厳密には詰み筋もあったようですが、さすがにちょっと難しいので、5七歩非常に手堅い勝ち方となっています。で西尾七段は8九金と粘っていきますが、ここから安光九段が7八竜として鮮やかな詰み筋となりました。同角は9七銀で詰むんで同金と8九の逃げ道を作りますが、それでも9七銀と打ちまして8九玉に8八桂成同金同銀成同玉7七桂成と華麗に桂を活用していきます。以下7九玉に6八金と打ちまして8九玉8八歩まで、ここで投了となりました。とりあえず以下は9八玉に8七金までの詰みとなっております。ということで安光九段が2点3点の激闘を制して見事に勝利となりました。本当に強かったですね。
安光九段の大迫力の終盤が本当に印象に残る、そんな一局でございました。ちなみに勝敗が分かれたあたりのところを改めて振り返ってみたいと思います。110手目の6八銀に対しては7三歩成と踏み込んでわずかに先手玉が耐えてまして、ギリギリ勝ちだったようです。7三歩成に7九銀ならずが怖いですが、これうっかり同玉だと7三金と手を戻すか、あるいは6九角成というすごい手がありまして、これでなんと頓死になってました。同玉と取ると8九飛車とこっちから打ちまして、合駒に5八金まで積んでます。同玉と取ると8九飛車から5八金で積むんで8八玉ですが、7八馬同角8九飛車で、これがカレーですね。8九飛車に同玉は7九金と打って、同玉6八金から比較的容易な積みとなります。8九飛車に9七玉も、9九飛車なり合駒取って取って7八竜でなんか合駒して8九角と、こういう積み筋がありました。まあ、ということで、この6九角成が幻の積み筋で大頓死となっていたんで、西尾七段も、まあ、ちょっと7三歩成が選べなかったと推測されますが、実はその7九銀ならずに9七玉と端に関しておけば、例えばここでちょっと7三桂のように、先手玉が詰まないので手を戻すしかありませんが、まあ、そこで例えば7九金と金を拾っておいて、これは後手玉次7四桂打ちとか9四桂であっという間に詰めろになりますし、先手玉はまだ詰めろがかけるのが難しい状況ということで、これは先手の勝ち筋になっておりました。6八銀打ちに7三歩成と強く銀を取って7九銀ならずに同玉は頓死するんですが、9七玉と逃げておけばギリギリ西尾七段勝ちだったということですね。まあ、30秒将棋ではあまりにも難しい勝ち筋だったでしょうか。実戦は4九飛車から一気に怪しくなりました。ただ最後7六歩のところ8八玉と逃げていればまだギリギリ先手が逃げ切れた可能性が高かったようです。一例として7七金9七玉7八竜っていうのがすごく怖いんですが、同角同金の時に8九銀と受けて、かなり見た目危ないんですがわずかにこれでしのいでいて、まだ若干先手に分がありそうな進行だったようです。一例として同金同飛車8五歩に7三歩成同桂と進行しますが、そこで7一銀と引っ掛けていって、これが詰めろで、わずかに逃げ切れそうということですね。まあ、ただこれもかなり恐ろしい手順で、なかなか実戦でこう進んだ時に、まあ、7一銀まで進めようっていうのはあんまり思わないと思うので、本当に安光九段のこの6八銀と放り込んでいく勝負術が見事でした。で、少し遡りまして、6八銀を打たせたくないという、ことであればですね、なんか8五桂のあたりで7六銀と逃げたりとか、あるいは6八銀打ちと受けたりとか、そういったところも実戦的には非常に有力だったようです。まあ、ということで本譜は7三金から7四歩だったので、7七桂成同金6八銀、実戦的にかなり先手が危ない局面に追い込まれたということですね。かなり大差に見えましたが、安光九段の凄まじい勝負術で逆転して最後は華麗な収束を見せたという将棋になりました。勝った佐藤康光九段は次に豊島九段との対局となります。そちらも本当に楽しみに待ちたいと思います。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。この動画がいいなと思ってくださった方は高評価チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。